そう、3時のアラームなくなったの。そう、でもこれは私が被害で、めっちゃ前にその充電のケーブルをね1本しか持ってないけど、 iPhone と iPad どっちも充電したいから充電を3時に起きて差し替えしてますっていう風に話をしたんだけど、そしたらその収録をしたもう3日後くらいにクミさんがケーブルをくださって、そう、うん、そう、優しいのよ、ありがとうございます。まだね、スプラトゥーン始めたいんだ。スプラトゥーン3してないのって来た。スプラトゥーンね、あの日向坂の過半数もうなんか本当に10人くらいはもうスプラトゥーンをしてて、で移動の車内とかもめっちゃもうしてて、でなんか夜とかもめっちゃしてるみたいで、そう、なんか彩香さんがスイッチつながろうって言って連絡くださったんですよ。で私がなんかその前にその彩香さんになんかスイッチしてない、なんかスプラトゥーンしてないのって言われて、ですごくなんか私もしたいなと思ってたから、今日買いますってもう勢いで返事しちゃったので、そしたらその後すぐに送ってくださったんだけど、まだ買ってなくて、でもちょっとまだ買う予定実はなくて、ちょっとどうやってお伝えすればいいのかわからないっていう、どうしたらいいかなどうしたらいいかな。でもさ、聞いてよ、あのね、 2,3 週間前くらいからもう悩んでるの。 2,3 週間前くらいからずっと悩んでて、なんか買おうか、でここまで来ちゃったからもうなんか今からやったらもう乗り遅れるから、うんと思ってね、そうっていうものなのよ。モチベーションは高いよ。でも今なんかもうみんながすっごい結構強くなってる気がするから、もうちょっと申し訳なくて、そう、彩香さん申し訳ないです、ごめんなさい、勢いで行っちゃいました。どうするべきですか。私が今から買っても一緒にしてくださりますか。そうね、そうなのよ。でもなんかそう、私さ、でもめっちゃ不器用で、ひなちょいとかでもなんかマリオとかした時に なんとなく分かった方はいらっしゃると思うんですけど、私めっちゃコントローラーとかの操作が苦手で、スマホでなんかめっちゃハマったゲームとかはあるから、この2本の操作はできるんですけど、こう4本とかになってくるともうできなくて、慣れてないのよ。めっちゃだから遅い気がする。今からもう結構同じレベルになるってなるのはもうなんかだいぶ時間かかりそう。ごめんなさい、本当に、ね、舐めてないです、本当に本当に申し訳ないです、本当にそういうのじゃなくて本当に申し訳ないです。でも私は本当にやりたいんですけど、私がやりたいんですけど勇気が出ないんです。嬉しいよ、お買い物勇気が出なくてごめんなさい。ただならやる、やる最悪最悪、そうだね、しようかな。君ならできる、ありがとう、やろうかな、どうしようね、やった方がいいかな、結構悩んじゃう。でも投票するのはやめる。だって投票しようかなって思ったけど、投票したら絶対に買った方がいいになって、買わないといけなくなっちゃうから、なんかその言い方までだわ。なんかでも買える自信がないから、うん、やめときます。じゃあ買わなくていいですってきた。買うよやだ、もうどうしたらいいかな、私はもう悩んじゃうよ。どうするべき、どうするべき、ここまで来ちゃったんだもん。だってもうみんなもう強いじゃん。私が今からやって間に合うの、間に合いますか。かっけーってやれた。かっけー、頑張ります。はい、頑張ります。私成長したなと思ってください。マリーちゃんも成長したなと思ってください。2万人が聞きました。圧かけられた、どうしよう、絶対買わないとじゃん。買うね、買います、絶対買います。待って、結構今心臓ドキドキする。だって私こんなお買い物したことないから緊張しちゃう。めっちゃ緊張してきた。買うことを想像するだけで緊張してきた。すんごい買うの緊張する。どうしよう、じゃあちゃんとね、ね、すごい、どうやって買うんだろうね。現地に行って買うべき、どうなんだろう。
たらいたかった、たらいたかったってコメント来た。あのね、たらいはね、どうやって答えた方がいいですかね。痛いか痛くないどっちだと思いますか。私に選択を委ねないでみたいな感じで来ました。え、これ痛いと答えた方がいいと思いますか。痛くないでもいけますか。あのね、たらいはね、痛くなかった。痛くなかった。あのめっちゃ本当にひなえのスタッフさんが超優しくて、あの痛くない、あ、きっとね、こうやってここカツンとかって当たっちゃうと絶対に痛いんだけど、ここにこうやっていくと痛くないらしくて、スタッフさんがその場所をねこうやって T 字で教えてくださったの。だから痛くなかった。秘密で、ちょっと秘密で、秘密でお願いします。秘密で痛かった。え、ちょっと待って、コメント見てみよう。え、あ、え、待って、めっちゃ、そう、そういえばめっちゃ痛かったな。痛かったかも、たらい。めっちゃ痛かった、たらい。そういえばさ、痛かった、たらい。あの、ちゃんと痛かったです、たらい。待って。あー。うわー、これ。どっち、たらい痛かったよ、めっちゃ。なんかね、今嘘ついちゃったけど、全然たらい痛かった、本当に。めっちゃ痛くて、あの、結構人生で一番感じた痛みで痛かった。あの、注射よりも痛い。痛いです。コメント読もうかな。コメントを読もうかな。ちょっとコメントが読めないかな。待って、コメント読もうかな。ねえ、どうしよう。私さ、お母さんに言われたんだよね。朝家出るときに。今日はね、絶対にちゃんとやるんだよって。じゃあ、ちゃんと配信してきますって言ったの。ちゃんと配信して無事に帰ってきますって言ったの。は正直に答えろなさいって来た。みんな早っ。みんな早っ。傷だらけ。そうだね。そう、ちゃんと配信とは、そうだよね。そう、確かにちゃんと配信っていうのも謎だよね。